皆様遅刻する、やばい、あと5分で朝食が終了するから、やばい、早く行かないと朝ごはん食べれなくなっちゃう。初日のコーデです。量はこんな感じで、とりあえずちょっとバラバラな感じで、あ、ちょっとパーカーだけ持っとこう。やばい、急げ、やばいよ、よし、やばい、携帯入れた、なんか朝だと雰囲気違うみたい。さて、こんなギリギリに行っても朝ごはんはあるのでしょうか。朝ごはん食べられない事件も、助けて。やばい、頼みます、2階でお願いします。うわ、昨日の卓球台がすごいなんか明るく見えます、すごいですね。ありがとうございます。優しい。朝です。見てください。うわ、すごい学生がいっぱい。昨日は一人いなかった学生がいっぱいいます。グッドマーニング。エレベーターじゃ間に合わないので階段で行きます。これ食堂はここじゃない、やばい迷った、やばい、ポニョポニョ、ギリやってる、よっしゃ、やばい、ギリやってるぞ、食堂がやったぜ、早く朝ごはん食べよう、あぶねー、間に合ったぜ、やった間に合ったぞ。美味しそうなご飯いっぱい並んでる。何から食べよう、どうしよう、マジでどうしよう。うわ、これ美味しそうだ、これ取っちゃおう。このシューマイみたいな。皆さん、私が苦手なもの知ってますか？バイキン。嫌いとかじゃなくて下手なの。めちゃくちゃ下手なんです。でも頑張ります。まずこちらゲット。なんかさ、みんなパンケーキとか持ってるんだけど、どこで取ったの？そちらのパンケーキはどこで取りました？見つけたぞ。でさ、他の人のさ、ご飯と美味しく見えるよね。お揃いな人がいました。パンケーキおじさん、ありがとう。見てください、いい感じです。ポテトがある、ポテトゲット。やっと席に着けました。ギリギリ間に合いました、朝ごはん。天然水を朝から飲みます。やばい、胃だけ2本になっちゃった。やめてください、私の下手くそなバイキング。マジでうち日本一バイキング下手なんで、見て。全部茶色。うち全部茶色になっちゃうのよね、バイキングすると。それではいただきます。まずは肉シューマイちゃんから。いただきます。多分これシューマイだよね、これなんだろう、多分シューマイだと思う。ぽよぽよ。なんかシューマイじゃなくて、なんかちょっとレバーみたいな感じの。いらっしゃいポテトはもう普通の全国共通ポテトでしょ。ポテトいただきます。朝ごはん食べれてよかった。みんな食堂でご飯食べてる。ほら、そして一番のメインのパンケーキちゃん、いただきます。おじさんが焼いてくれたから一生懸命。日本のパンケーキと味違う、なんだろう。
外国の味がします。なんか黒糖じゃないけど黒糖みたいな、ん不思議な味でした。不思議な味。結構一人で食べてる仲間がいる。友達になれるかもしれない。この後テストあるよ、どうしよう。あ、待って、テストが8時45分に来てって言われたからまだ全然大丈夫です。今8時7分、余裕の言っちゃいか。すごい、見て、なんかさ、教室がさ左右にあるんだけど、こういう風に授業してたりする教室で、うわすごい、お、なんかキッズルームみたいなところもある。うわすごいね。あ、やばい、迷子のチビ坊主がいる。迷子の坊主くん、迷子のチビ坊主くん、大丈夫？迷子の保護しないといけないかもしれません。このあと学力テストがあります。初日なんで筆記テストして分けられんのクラスを。はい、お前はここ、お前はここだ。マジで超久々の学力テスト。うわー、とりあえず上から2番目のクラスになれるように頑張ります。上から2番目のクラス取ってやりますよ。ギリギリギリハッピー。こんなことしてる場合じゃないんだよ。マジでテスト楽しみ。どんな感じなんだろう。やばい、めっちゃお腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。一回宿に戻りましょう。見てください、東京、東京発見しました。部屋に戻りましょう。皆さん、皆さん見てください、スピード。あの人は速そうです。すごい、朝は全然イメージが違う。あ、すっきり。あ、ビリヤードで遊んでる少年がいます。手でやるスタイルだ。早く宿に戻りましょう。一回昨日教えてもらった道は全部覚えている。基礎本能。家に着きました。みんなに改めて私のお部屋を紹介します。まず見てください、ただーん、こちら玄関にこの木、何の木、マクゴナガルの木。ベッドがあって外が見える。こんな感じで荷物置き場があるでしょ。で、ちび冷蔵庫もついてる。マジでオーストラリアの時はさ共有だったからさ。で、あとお勉強学習スペースがあります。私は、メイク台として使ってます。ベランダに見て、ちびテーブルがあるの。やったー、嬉しい。外にも行ける。で、こんな感じでおベッドがあってちょっと綺麗にしました。そしてこちらお風呂場とトイレがあります。今ちょっと、混雑しているので使えません。昨日夜だから見えなかったんだけど、外こんな感じで、あれ何、あのビルの上のこれ何、なんだこれ、デカソーラーパネル。まだ時間あるぜ。これ日本語で冊子作ってくれてる、嬉しい。留学で初めてかも、日本語の冊子あるの。マジで嬉しい。見て、ほら細かくスケジュール書いてくれてる。あと見て、バッグも置いといてくれてる。やったー、 B7 バッグ。あとこの入会証ゲットしました。見てください、入会証、ニュースチューデント。オイラの名前ニュースチューデントになりました。これも忘れずに持ってかないと。ちょっとトイレ行ってきます。テストしに行きます。ノートも持ったし、筆箱も持ったし、マイゾーン、忘れ物なし。こんなことして通報されたらどうしよう。通報されませんように。ぽよぽよ、okay, so the listening is only for 30 minutes. Please do not write anything on the test paper. Okay, if you want to answer, write all your answers on the answer sheet. Okay, all right.Okay, yes. Where are you from, by the way? Japan. Japan. But I'm mixed Brazilian and Japan.
Wow, that's great. Sure, misspelling? Yeah, it's okay. Wrong. Okay. I forget sometimes. Are you far? Okay, yes. So now, are you ready for your speaking test? Yes. You have 30 seconds to prepare and 60 seconds to read. This part is just only reading. Okay, yes, okay. Okay, time is up. So are you ready? Yes. Okay, yes. Just try your best. Appointment with Dr. Jones. I have a 3 o'clock days. Please call me back and let me know. Okay, very good. Thank you, Michaela. Or 1 minute to speak about the picture. Okay. Starts now. Two guys sitting in the chair. Because the window is very bright. Standing man is very handsome. Okay, thank you very much. And nice meeting you. Nice to meet you. Okay, bye. Bye. Thank you. You're welcome. お昼を食べます。 I recording movie every time. 友達できました。 Okay, ma. Thank you. ご飯。 What is this? I don't know. なんだこれ、ナス。Thank you. お昼食べます。こちらご飯です、今日の。いらっしゃい。みんなとバイバイして一回家に戻ります。行くわ。 Yes. Oh, I'm sorry. Oh, it's okay, it's okay, it's okay. 部屋に戻ってきました。 Yeah, 涼しい。涼しい。おいしい。楽しい。1時半まで一旦休憩。真実の口あるよ。え、コンビニだ。え、すごい。わー、コンビニだ。プニプニ。両替の人が来てくれてます。やった。新紙幣に大興奮しております。すごいよ。すごい。私の新紙幣。サブロー、北サブロー印刷。どうやってゲットしたんですか？これ銀行出てきました、ATM から。それ全部新紙幣でポンポンポンって出てきて、と思って。すげー。何これ欲しいな。交換して1000円と交換して。違うステージ。弱いじゃん。新紙幣欲しすぎ。欲しいよ。欲しいよ、新紙幣。セブラブです。セブラブ。どれぐらい？半年ぐらいしかない。あ、もう半年もいらっしゃる。セブの何がそれハマっちゃったんですか？どのところだ。もうダメだ。もうダメだ。もう戻りましょう、日本に。戻りましょう。今を生きてる。ここがみんなハマっちゃうんだ。ハマっちゃうんですよ。やっぱ日本と全然違うんですよ。確かそうか。青でした。青でした。あ、先生。先生じゃないよ。いらっしゃい。これ知ってる。これ死んでてんの。すごい。これあ、まだまだ食べてる。ほらほら。あ、こいつこいつやばい。ほら、もうおしまい。Where are you from? 台湾。台湾台湾。
あ、台湾多い。台湾大好き。ショッピング普通にあの生活雑貨買いたいな。シャンプーとか。あ、買ってきてます。え。昨日来たの？あ、昨日来た。昨日でも夜着いて、そう何も買う暇なかったから、チビシャンプーとチビリンスしかない。伊勢神宮のさ、あの、おかげ横丁大好き。のあの、うどん。あ、なんだっけ、うどん。あ、そう！マジで美味しい。今まで食べたうどんで一番美味しくて。なんか、卵のつけ。みんなで時間あるから卓球します。やった最高、マジで最高すぎる。誘ってくれてありがとう。みんなで卓球します。今からみんなでお買い物行きます。カチカチ、すごい。みんなで今からお買い物に行きます。やった、これに乗ってジップリーに乗ります。ミスタービーンだ、ミスタービーン。わー、すごい。いいよ。わー、すごい。わ、天井低い。低いよ。やばいね。わー、すごい天井。すごい、すごい。ジプニーに初めて乗りました。こんなつめつめな。ここにさらに膝に乗ってくるって感じ。乗ってたね。すごいね。行ってきます。行ってきます。うわ、すごい。こんな、こんな窓もない。すごいよ。すごいね。すごい。すごい。どこだ。すごい。取られるよ、ケンタ、ヤギに。マジで。ヤギに。むしゃ。むしゃ。バイバイ。かわいい。バイバイしてきた。すげえ。今ここ虫がスルーしてた。都会になってきました。すごい。わー、おー、やっほー。 あっちの方がなんか早いな。抜かされました。安全運転です。こっちはこっち虎柄なんだ。鹿？鹿？鹿いた？横通りだ。着きました。よいしょ。まずどこに行きましょうか。まずどこ行く？薬局？薬局？日用品を買わないと。フィリピンの薬局に来ました。こんな感じです。さて、私は買わなければならないものがあると、あのお姉さんに聞こう。はい、それ Where is the shampoo and rinse? Thank you. The camera. Hi, Black. Hi. Here? Oh, really? Which one is good?Oh, this one. Pink is so cute. It's not pink. Oh. Wow. Nice. Yeah. Thank you. I want this. Yeah, okay. But it's expensive, no? 226. What's the name? Nothing. Good smell also. Good smell. Hi. Can you use many?Or small. Many. Many? Because my hair is so long, so... Thank you. And the body soft. Yeah. なんで真似してくれ。 Thank you. Good. I want this. This one. Thank you. Body soft, get some. And... Have a little toothbrush. Ah, yeah, toothbrush. 全部真似してくれ。 Do you like your whitening? Yeah, white. Are you studying here? Studying. Okay.
Today is first day my school. So you need to go back next week? Yes, next week. Only 1 week. So こんな可愛いカゴになりました。じゃじゃん、これが買ったものです。それでは買ってきます。 Can I use page cards? Yes. Thank you. Thank you. 買えました。 Victory. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. やばい、フィリピン飲まりそう。やばい、どうしよう。やばい、飲まる。危ないです。フィリピンの沼はこういうことか。人がすごい優しい。スーパーに行きます。かわいい筆箱が欲しいんだけど。なんかお土産買いたい。もうお土産のこと話してる人いますよ。お、見て、かわいいのあるよ。これこんにちは。ハロー。How do you say hello in Taiwan?你好，你好，你好，谢谢，好吃，好吃，好吃，可爱，可爱，可爱，你可爱，可爱，啊，可爱，你好可爱，一个字叫拜拜，可爱。トイレットペーパー探しの旅に出ましょう。あそこじゃない？あ、ちなみにマリモッチ、ミキ余ったの全部マリモッチにあげるから、ボディーソープとかも全部。でも支給するからマリモッチに。ありがとう。絶対いらないよ。でもさ、4つじゃ心もとなくない？足りるでしょ。1週間、うん、あ、足りるから。そんなさ、人を像を見るような目で見ないでくださいよ。やこの人どんだけみたいな。だって1ヶ月で3つしか持ってきてないよ。やばいよ。マジ1切れしか使ってないんじゃないの、トイレの時。大丈夫？心配、私は。あなたがなんとか心配。あ、タオル、はい、タオルはどっかで見ました。タオル見てないよね。ないよね。タオルあったら嬉しいな。タオルあったら嬉しいでしょ。これだけ、トイレットペーパーだけ買って購入します。トイレットペーパー、レジです。今からトイレットペーパーを買います。いらっしゃい。すごっ。ちょっとどうやって飲むの？スタバのセブ限定マグカップ。でかくない？あ、でかっ。え、なんかどうなってるの？お、これはあれじゃない？エスプレッソ用かな。え、あ、そうだね。かわいい。フィリピン用の。さあ、今持ち迷ってるからね。何か買わないと。何か買わないと。ちょっと期待。フィリピンのスタバは安心感のあるいつも通りのスタバでした。あ、どっちにするか。上でしょ。上の方が可愛い。いろんな動物がいて可愛い。豚もいるし。ハワイ行った時ね、ハワイのスタンプが買ったんだ、スタバの。どんな感じだった？なんかもう全部パイナップル。あ、見たことある。可愛い。全部真っ黄色で、めっちゃギザギザして。可愛いな。ハワイ限定スタバを買います。もう今日、どうしよう。スタバ普段来ないから何も分かる。チョコレート、日本のスタバチケットは使えるのでしょうか。持ってる。何持ってる。あ、アイスヘーゼルナッツモカフラペチーノだ。あれ絶対あれじゃん、美味しいの。 あれないよね、日本にね。絶対ない。わ、あれにしよう。見てください、なんかセブ限定メニューなのか、美味しそうなメニュー。 I'd like to multi Darjeeling chocolate frappuccino. Size 名前書いてくれた。やった。今どうです、セブハマりましたか？あ、セブラバーです。もうやばい、マグカップ変えたからって。もうセブラバーです。もうセブラバーになってるじゃん。急ぎ急ぎ、あと3分。マジ？もうマグカップ1個買っただけで、見てください、皆さん。もうセブラマーになっている。説明しよう。このフィリピンでできたマリモッチという友達はいつの間にか学校のスパルタコースに入学していたのだ。そう、朝は毎日7時25分から授業で、夜は夜10時まで実習をしなければいけない。月木は外出禁止で、金曜は単語テストに合格しないと外出すらできないのだ。スパルタコースとかも月木出れないんです。単語テスト合格しないと金曜日も監禁という。
しかもスパルタにしたのは自分の意思ではなく留学会社の人に勝手にスパルタにされて。何それ、かわいい。何何見して。えめっちゃかわいくない？かわいい。あ、映え撮ってる。ああ映え映えやってる。じゃ見して。マリカーさん、マリカーマリオカートや。早そう、なんかね。ミカエラ、はい。 Thank you. Thank youSo much. Enjoy your future also. Thank you. ゲットしました、ヘーゼルチョコレート。ヘーゼル美味しい。見て、なんかその葉っぱもある。葉っぱもついてきた。何の葉っぱだ。美味しい。これ本当にマンゴー？うん。うん、メニューと違いますね。全然違う。なんかこれヘーゼルチョコレート。左右を描いていきます。 B7 のバッグにみんな急にしたもよしくんの描きました、こちら。たらー、少しですね。まさとくん、ありがとうございます。やったー、ありがとう。やっとこれで大事に使わなきゃいけなくなった。かわいい、ありがとう。なんかみんなこれ入ってるみたいになってる。恐ろしい。すごい、みんなに描きました、サイン。イエーイ。プニプニ。夜ご飯、韓国ラーメンです。全然フィリピンじゃありませんでした。しかもこっちは気持ち違う。イエーイ、泣きそうよ。ダメだよ、フィリピンなんだから。いただきます。あ、辛ラーメンだ。辛ラーメンだ、これ。ラーメンいいじゃん。めっちゃ美味しい。でもなんか愛情を感じる。美味しい。この唐辛子入れてくれてるから。なんかさ、フィリピンのヤギさ、凛々しいよね。うん。日本の動物園でヤギと目つきが違う。辛ラーメン作ってもらったの初めてかもしれない。みなさん、帰ってきました。ただいま。1日目が終わりました。ちょっと気がよ。わあ、1日終わりました。すごい、1日濃かった。うわあ、いっぱいいっぱいいろんなことした。すごい楽しかった。あのね、ちょくちょくこんなに、これなんかボーンって、ほらめっちゃ揺れてる。飛行機かな。でもね、急に収まるのプリッとか言って。この学生証ずっと首に下げてないとダメなんだって。学校にいるときはこれをずっと首に下げるようにします。でね、先生も同じ青なんだって、このバンドが。だからまあ実質私も先生と呼ぶ。ただ、そして皆さん、いよいよ発表します。私の学力テストの結果。ブルル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 。でも待ってください。リスニング A2 下から4番目。スピーキング A2 下から4番目。え、真ん中じゃんと思うかもしれないけど、これマジですごいことなんだよ。さすがは口から生まれたと言われるこの私。スピーキングと耳だけはいいんですよ。で、ただしね、壊滅的なのが、ライティング。ライティングがなぜか、一番下で。最悪、なんで？え、マジでわかんない。なんでか、あんなにマジであのびっしり書きましょうみたいな感じの欄があったの。お金を稼いだ、使った方がいいのか、それとも貯金した方がいいのか、あなたはどちらの意見ですかっていう内容だったのね。それをさ、書きましょうっていうやつで、マジでうち超いいこと書いたの。私の父はブラジル人ですみたいな。ブラジルに行くためにはたくさんお金がかかりますが、でもそれを貯めていたら若い頃にいい経験はできないので、若い頃にそういう経験にお金を使うのはいいでしょうみたいなやつを、もう超長文でもマジで空欄のところにびっしり書いたのに一番下。え、なに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 、
マジで、どういうことですか、どういうことでしょうか。マジでわかんない。なんで一番下、え、待って、一番下。まあね、まだ1日目ですから。これがもう1週間後はテストないけど、1週間後にはマジでもう全部一番上になってることでしょう。くそー、超久々のテスト楽しかったー、マジで嬉しい。しかも超楽しかった。なんかあのトゥクトゥクも乗ったし、窓がないのがすごいいい。あー楽しかった。1日目スタバも美味しかったスタバのヘーゼルナッツチョコも食べたんだよ。マジで美味しかった。明日からは、しっかりとお勉強します。今日はもう超充実してたんだけど、明日は9時50分から1限目。友達の、友達のスパルタのコースの子は朝7時25分から夜10時まで。でも朝ごはんは8時までだから、朝ごはん食べたかったらもう速攻で行かないといけない。でもおいらクラッカーあるし、クラッカー朝ごはんにしちゃおうかな。今日は早く寝て、もう明日はマジで速攻起きてもう勉強しまくろう。わっ、マンツーマンマジ楽しみ。フィリピンの留学ってさ、マンツーマンがさ結構多いじゃん。もうなんか超楽しみ。マンツーマンしたことないからさ、うわ楽しみ。マンツーマンとワンツーマンかどっちか迷わない。なんかワンツーなのかさ、マンツーなのか。皆さんワンツー、あ違う、皆さんマンツーマンの方です。マンゴープリンと覚えてください。マンツーマン。マジで明日も頑張るぞ。えい、ピース。友達もいっぱいできたし、幸せ。イエーイ。じゃあねー。バイ。バイバイ。次回、マンツーマン授業で先生発狂の巻、見てねー。チャンネル登録よろしく。チャンネル登録よろしく。